新潟交通も波充系新潟交通も波充系電車はかつて新潟交通電車線で1999年の廃線まで使用されていた新潟交通の通勤系電車1960年代に車体の近代化のために在来車の機器を流用して製造されたいわゆる日車標準車体の一つとして知られる本校では同型車であるモハ18系電車 モハ19系電車、モハ20系電車、モハ二24型電車についても記述する。電車線で使用されていた車両を大型化、近代化するため、モハ11系、モハ17型などの機器と日本車両製造性の新造車体を組み合わせて、1960年から1969年の間にもハ10系11.1214、モハ18系18、 十九 19K19、二十 20K21、モハ二24型24.25の8両が製造された。車番と登場順序の間に関連性はない。車体は細部が個体によって異なるが、いずれも屋上の白山前駅、東間屋駅寄りにパンタグラフを装備し、側面の窓配置 D2D6D2D の両運転台、側面辺開きに扉、側窓は、 上段固定、下段上昇式で上段が H ゴムで固定された、いわゆるバス窓の17メートル級の車両である。これは、日車標準車体の特徴となっており、学南鉄道や松本電気鉄道に納入されたものも同様だが、前期2社のものは、前面が3枚窓の貫通型、旅客用ステップレスであるのに対し、新潟交通のものは、全面が二枚窓の非貫通型、 旅客用ステップ付けとなっている点が異なる。1933年に電車線の前身である新潟電鉄が開業した時に新造したモハ11 11. 1 1系1 1 1 2 1 4の改造名義で更新時期は11が1966年12月、12が1968年12月、14が1963年12月。なお、 14は床が木製であった。宮城電気鉄道の買収国電区波6300を1956年に譲り受けした区三38の改造名義で、1962年12月に手持ちの機器を流用して更新するとともに、伝送化されている。床は木製。東武鉄道から出波6を1948年に譲り受けした模波19の改造名義で、 1960年10月に更新された本広角形式の中で最初の更新者である床は木製モハ1 1系1 3の改造名義で更新時期は1967年12月24は東武鉄道から出花名を1947年に譲り受けしたモハ17の改造名義25は1935年に 製造された、モハ1 1系1 5の機器流用だが、心臓名義で、いずれも1969年12月へ、本校各形式の中で最後に登場した、8両が揃った1969年以降、モハ2220型が入線する1985年までの間、電車線ではモハ16以外の電動車は、本校の5形式8両のみであり、 同線の主力となった。1981年に列車無線の取り付け、翌1982年にワンマン運転対応改造がされた。炭鉱、または区波45型などの制御車を連結しての2両編成で使用されていたが、輸送量が減少した晩年、特に1993年の月型駅。 延液間配線以降は制御者が区派46の一両のみとなっていたため、単行運転の機会が多くなり、二両編成時は本校各形式総合間の連結が多くなった。1998年6月に検査期限切れで9社となった14を除いて、翌1999年4月4日の東館や駅付き型間最終営業日まで使用され、 翌4月5日の電車線全線廃止に伴い、全車廃車となった。なお、11が、同日東神宮駅から、月型駅へ自走で改装され、そのまま同地で、機116もは51とともに、生体保存されている。他の7両は東神宮駅跡に留置されていたが、腐食が進みその後2003年3月に同駅に留置されていた車両と共に解体された。ありがとうございます。